やあ、僕はグリーンザールス。今回僕がやってきたのは角町。今日はあのハウスで育てられている野菜の生産者に会いに行くよ。ハウスで育てられているのは、うわー、真っ赤なミニトマト。ザウルス君、こんにちは。クロミさん、こんにちは。ハウスの中ってとっても暖かいんだね。ミニトマトはもともと暖かいところで育つ野菜だから、宮崎は最適な場所なんだ。昼間は25度前後、夜は15度前後が適温なんだよ。でも冬は寒いから、普通は重油を燃やしてハウスを温めているんだけど、このハウスでは木質ペレットを燃やして温めているんだ。こうすることで環境に優しいミニトマト作りをすることができるんだよ。さらに太陽の光をいっぱい浴びているから、真っ赤なミニトマトになるんだ。ザウルス君、ミニトマトがどんな風になっているかよく見てごらん。うわー、横に長くなっているね。ミニトマトを斜めに這わせることによって、縦に伸ばすより長く育つんだ。こうすることでたくさんのミニトマトを収穫することができるんだよ。そうなんだ。たくさんのミニトマトを育てるためにお手伝いしてくれるのがこれ。小さな箱、一体これは何？これはミニトマトの受粉を手伝ってくれる蜂の家なんだ。蜂が花粉を求めて花から花へと飛び回る。こうすることでミニトマトの受粉を手伝ってくれるんだ。ザウルス君、採れたてのミニトマト食べてごらん。やった、いただきます。ガブ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 、おいしい。お店でミニトマトを買うときには、ヘタが緑色でピンとしていて皮にツヤと張りがあるものを選ぶといいよ。宮崎のおいしいミニトマト、みんなたくさん食べてね。